郊外の妙慶が走行し、芝生ら義軍は蜀の軍勢を撃破する。この戦いで蜀軍を率いていた夏侯派は巨匠にて処断された。苦い思い、募る疑問だが、それでも前へ進まねばならない。翌年、芝生は長く防戦に徹していた漢中の方針を転換。蜀漢の都成都の攻略を掲げて侵攻の軍を起こした。芝生は軍を二手に分けると、一方を自分が率い隠蔽へと進軍、もう一方を島外らに任せると要衝剣閣の攻略を命じた。周囲の騒乱に対処していた今までとは一変し、自ら動く芝生だが、王元気は未だ彼の中にある迷いを見て取っていた。それでも彼が前へと進むなら、自分はただその支えとなるのみ。剣閣の戦場に王元気、当該、文王の治癒がひらめく。当司祭、任務を遂行する。芝生殿率いる別動隊、順調に進軍中との報あり。この剣閣を破れば所定の地で合流できます。了解した。いかがなされた。今の四条殿、あなたはどう思う。僭越ながら、他者に望まれていることと、ご自身が望んでおられる、その間で悩んでおられます。そうね。そして変わってきている。良くも悪くもといった感じだけれど、おそらくはそれが上に立つ者の戦いなのでしょう。ならばそれ以外の戦いは私たちで打ち勝ちましょう。さてと、ここは点検の地、どう攻略すべきかしらね。敵は南北に布陣しています。迂闊に進めば攻撃は必至。まずは北の蜀軍を撃破しましょう。その後は状況に応じ自分が策を発します。なるほど、承知いたした。急ぎこの地を抜け成都へ向かいましょう。芝生殿の戦いを支えるためにも。ええ、そうね。火の内が収まり、凱旋の時となりました。これこそが武人のあるべき戦場です。ひとたびは乱に加わりながら許された好み、相応以上の働きで恩義に報いましょう。四条殿と別行動は初めて。気楽なはずなのにどこか不安。不思議なものね。任務だ。これより出発する。はっ。我々の任務はこの先での本隊と連合で攻撃を阻止しながら進む。この先でおとりとなり、その隙に軍への西から山頂に進む。この辺りの敵を一掃しましょう。山頂で敵を撃破します。おい、我が自由で葬ってくれるわ。
ってね。敵はこちらに誘導されたようです。奴らを どうなるか身をもって知るがいい。ちょうどいい。我が知略試させてもらおうか。わしの知略が破れようと。素晴らしい心だ。
爆破だ。おお、なんとも勇ましい戦ぶり。この強迫力、おがき下がる敵は全て倒す。攻め取れ。倒れるわけにはいかん。一旦引くぞ。いやいや、何度倒れようと俺を投資はしない。あくまで生徒への道に立ち塞がるか。ならば何度でも撃つのが自分の任務だ。義軍が来たぞ。今だ。攻撃を開始せよ。Come on.
見破れようと。おお、なんとも勇ましき戦ぶり。その首もらい受ける。いざ。なんという武勇。生徒を行かせてなるものか。決着をつけさせてもらうぞ。気合だ。覚悟してくれ。私は軍神の子。いいところで曲げては父に笑われる。芝生殿たちと合流となれば任務完了だ。